インターネットテレビ見る増刊号の山根です。白川さんよろしくお願いしま す。白川さん先日ツイッターがバズってましたね。あ、バズりましたおかげさまで、はい、それはれあ今話題の橋本徹氏に関する、はいはい、上海電力の話っていうのが今話題になってるじゃないですか、はい、それでね、ひろゆき氏が要するに橋本徹氏は悪くないみたいなことを言い始めたらしいんですね、それで私ちょっと何気なくなんだけど、この2人っていうのは議論の仕方が似てると、で相手に喋らせて矛盾点をついてそこをとにかく畳みかけるっていうやり方で、こんな議論の仕方したら何も生まれないっていうことを書いたんですよ、議論ってね要するに大きいこうコンセプトって必ず矛盾があるんですよ、その矛盾を乗り越えるために第三の可能性っていうのを作るためにやるもの、要するに作業なんですよ、ところがこの2人の議論ってね壊すだけ何も生まないっていうね、こういう議論の仕方おかしいみたいなことを書いたんですね、バズりまして今現時点で1万6000いいねがついてましてですね、これねついでにですねこの本の宣伝をですね便乗してたまたまねこういうのは議論じゃ論破なんか無駄だよと、そうじゃなくて相当のための議論はをやらなきゃいけないっていい本あるよってこれリンクしたらですね、順位がおかげさまで結構上がりまして売れ始めたと。ついにこの本も日の目を見ることがここへ来て、ぜひこれ議論の起きて、もうお買い求めください、本当ね白川司の最高傑作と言ったら過言ではない。ありがとうございます、はい、私もこれで勉強しましたから、恐縮でございますということで、宣伝は一段落しまして、で今回のテーマは維新ですよ。でね、維新というのはこれまでになく悪い意味で注目されているわけなんですけれども、まあ、白川さん今までこの番組でも、維新、どうなのという話をしていただいて、僕はでもやっぱり、どうなのかなと、まあでも立憲とか、まあ、共産とかに比べれば全然マシだからって少し擁護してた部分もあったんですけど、こう来てまあ白川さんの正しさが証明された格好ですね、改めてこの維新が、例えば東京在住の方はあんまり馴染みがないかもしれないですけど、大阪でその本拠地で何をやろうとしているのか、何をやってきたかっていうのを、いろいろと紹介していただきたいんですよ。中国 その日本に対するスタンスってやっぱりこう静かに侵略するっていうことなんですね、こうどう考えても中国は一つのこうウィークポイントとして関西っていうのをやっぱ目をつけてると言わざるを得ないんですね、で問題はそこに維新が手助けしてんじゃないのっていうのが一つのこう疑惑としてあるってことなんです、で最近もですね公安のことっていうのが話題になったのご存知ですよね。公安、大阪公安局が2021年の12月に武漢振興管理委員会とパートナーシップを結んだんですよ、でこの覚書っていうのを、まだ案らしいんですが、これ読んでちょっと私ぶったん曲げまして、というのがね人事交流があるんですよ、要するにお互いにこう 人材を育成し合おうみたいなことが書いてありまして、公安の提携でなんで人事交流しなきゃいけないのと、育成をお互いにしなきゃいけないのと、これおかしいでしょ、何がおかしいかというと、ここ私が人民解放軍のトップだったら、この時に中国スパイ混ぜますよ、人事交流の時に、育成で一人混ぜますよ、で貿易移行っていうのは非常にこう大事な情報というのが集まるところですから、でしかもね何か有事が起こった時にこの港っていうのを何か妨害活動をするっていうこともできるわけですよね、そこで何かしらの連絡を取るとか、船をね大事な船を止めるとかっていう大事な仕事をやんなきゃいけないんで、そこで妨害活動しますよ、だったら安全保障上にこの人材交流ってやばいじゃないですか。実際今ロシアはオデッサ、港湾都市を攻めることによって、いわばウクライナから物流を止めてっていうわけですから、戦略的にも超重要ですね港湾っていうのは。そうですよで、港っていうのは隅々まで、ウィークポイントを見つけたらもう簡単に支配されますから、
でこれねウクライナ戦争はそうなんだけど今ねロシア何やろうかとしているとかというと東を完全にこう制圧した後に南を掌握するわけですよ、そうすると港が全部止められるわけですよ、そうするとウクライナは南の港止められたら貿易できないから経済的に干上がるんですよ、これでアウトなんです、これ狙ってるの。だから港って非常に大事で、ここで中国と提携する、しかもそこで人材交流をやるって私はちょっと考えられないですよね、でも吉村知事はこれ問題なしって言ってるんですよ、ちょっと呆れましたね。これ変なことぶっ込むと、港湾って特にまあ関西とかだと例えばあの山口組ってあるじゃないですか、あれもともと港湾のあれですよね、ちょっと怖い世界につながるのかなっていう、おっしゃる通りもうその通りです、はい、もう大阪の港はやっぱりね あっちのアジアの入り口ですから、そこでねなんかこう筒抜けになるっていうのは相当やばいことだと思っていいと思います、こんなことやる党があるっていうのはちょっとびっくりしましたね、だからなかなかこうジャーナリズムというかそこも踏み込めない、人もいるのかなという、まあそうですね、なんかいろいろね、まあ憶測ですけどね山口さんだって本当に怖いところは突っ込めないと思いますよ、取材なさってますけど、これでね、これね復習になるんですけれどもこれだけじゃないんですよ、スマートシティの話っていうのは前にしましたもだいぶ前なんで忘れてらっしゃる人が多いと思うんですが聞いた方でも、もう一回ちょっとお話をします、というのがですね、このインターネットでこう物と物を物と物をつなぐっていうのかな、これ、物のインターネット IoT って言いますよね、この技術を使って今、社会的インフラを整えるスマートシティの構想というのは世界中でやってるんですよ、で日本も10以上のスマートシティ構想が、進んでますが、この中でですね政府主導のものがあります、これが、スーパーシティという構想なんですよね、でこのスマートシティの技術というのは実は一つちょっと問題点がありまして、まだ国際基準というのがないんです、でここの国際基準を狙っているのが中国なんですよね、ご存知 あの北京市の近くにある雄安新区ってありますよね、あそこはスマートシティです、ここはしかもですね政府地方政府と人民解放軍が連携して、作っているスマートシティなんですよ、つまり中国のスマートシティの技術で軍が絡むっていうのが特徴なんですね、でしかも監視をしっかりするっていうことです、一人一人が何をやって、どう動いててどういう考え方をしているかっていうところまでしっかり把握できるちょっと恐ろしいスマートシティなんですが、これのね、中核のアーキテクトですね、考え方コンセプトの部分というのをやってるのがアリババグループのアントです、アントはご存知ですか？アントはいろいろと、アリババ傘下で上場するんじゃないかみたいなので、習近平と対立して、ジャック・マー氏でしたっけ、がなんか一時行方不明になったりしてみたいな時に出てきたアントですね。そうです、要するに世界一のフィンテック企業で、これをアメリカで上場しようとしたら、中国共産党におそらく、止められたというやつです。3兆6千億、当時のレートで3兆6千億の巨大な資金調達を不意にさせられたと中国当局に、大事件なんですが、つまりそれくらいアントっていうのはとてつもない会社なんですが、そこがスーパー要するにスマートシティを中国のスマートシティを担っているわけですよね、技術力というのを、でね、この国家プロジェクト、日本の国家プロジェクトのスーパーシティ構想というのがつくば市と大阪市にどうやら内定しそうだということだそうです。で問題はですね、このスマートシティ構想の、特にスーパーシティ構想の方でアリババグループの参入を手助けしていると考えられる日本人が一人いるってことなんです、そんな日本人が、日本人らしからぬ日本人がいるんですか？はい、竹中平蔵氏ですね。出てきますね。はい、これはですね、状況証拠になっちゃうんですけれども、片山さつきさんが地方創生担当大臣だった時に、2019年ですね、中国のスマートシティ建設の視察に行ってるんです。その時にアリババ本社を訪れていると。で竹中氏がその懇親会だったと思うんだけど、その前のね、片山大臣にアリババ本社に行っていただいてありがとうございますっていうふうに述べていると。どうも竹中氏は、
このアリババとつながってるというのがほぼ確実だなと、その仲介者であるということですね、なるほど、日本政府とアリババグループの、ね、真ん中にいる人であるということなんです、そうするとね、大阪のスーパーシティ構想というのはこのアリババグループ安藤の技術が入る可能性というのがあるわけなんですよ、で考えてください、竹中氏ってどういう存在でしょう、大阪にとって、大阪にとって、広いまあまあまあ、まあ、維新とは、そうですね、維新と、まあ、関係は深いですよね、深いですよね、もっと言えば大阪都構想 の、はい、あの思想的柱ですよね、で大阪都構想って何かっていうと自治化でしょ、はっきり、すごくこう丸めて言うと、要するに中央政府から切り離して、自分たちの力で、地域の、なんていうのかな、行政をやっていこうという考え方じゃないですか、要するに自治を強めるということなんですよ、その時に中国の技術というのが入るというのは相当まずいことなんですよね、というのは、情報が集まるところが筒抜けになるって可能性があるわけです、で特にスーパーシティというのは全てのものがインターネットにつながっているので総取りされるんですよ、情報が、もっと言います と、スマートシティにおいては電力も節約というのをかなり重視するんですよ、効率よく電力を使う、それは EV とかもそうだし、電力の送電ですね、そこでは、スマートグリッドっていうのが重要なんですよね、要するに情報と電力が行き交うという状態ですよね、どこで電力が必要と、ここで必要だからここに集めるとか、という、 こう効率化っていうのをやるんですが、この電力というやつがですね、安全保障上も重要なじゃないですか、で情報もここで行き交うのでかなり重要なんですよ、そこに中国が標準化されると非常に困るんです、でそこで一つ気になるのが上海電力なんですよね、大阪が上海電力をこう招き入れた云々の話は別にしておいても、少なくとも上海電力の意図として日本の中に入り込んでスマートグリッドまでやりたいという意図はおそらくあると思います、単純にメガソーラーやりたいわけじゃないですよ、大して儲かんないんだよメガソーラーなんかやったって、そうではなくてメガソーラーをきっかけに日本の電力の産業というのに入り込んで、最終的には日本の情報を集めるところというのに入り込むっていうのが彼らの意図なんですよ、それをもしかしたら大阪市は手助けしてる、それはあの意図しないかもしれないけど、手助けしてる形になってるかもしれないよということを我々は警告してるわけですよね、はい、でその竹中氏といえば、そのパソナが本社機能を淡路島に2年ぐらい前でした、移転しましたよね、そうですね、あれなんでかなと思ったんですが、そうですよね、つまり大阪に移転したって思ってもいいと思うんですよね、まあ、兵庫県ですけどね、もっと言えば東京から切り離したかったんじゃないですか、パソナという会社を、ということは、まあこれはもうかんなんていうのかな、推測するしかないんだけど、ね、ないんですけれども、もしその大阪が中国資本というのがどんどん入ってくるとしたら、そこでパソナグループというのは東京よりも大阪の方がビジネスチャンスだと思ったんじゃないですか、そこでその要するにアリババと親しいですね、その竹中平蔵さんなんかが絡んでるということは、それはなんか中国資本の関係とは無関係ではないというふうに推測、まあ、じゃあ推測されてもしょうがないですよね、はい、で物流インフラ港湾を取られ、この電力、情報というまたこれまたインフラを取られ、で最後は金融、そうなんです、これ一つ懸念しているのは SBI なんですよね、その、総帥であるところの北尾、吉高氏の構想というのがあるんですよ、彼の構想というのは今あの地方銀行というのが、ね、あの低金利で大変じゃないですか、きついんですよ、その、ちっちゃい地方銀行を一つにまとめて、まあメガバンクのように強くしようという構想があるんですね、でその時にですね、そのシステムなんですが、どうもですね、まあアメリカとの会社との提携なんだけれども、そのシステムの中に中国の大手保険大手の、中国平安保険のものをの子会社のものを入れようとしているという疑いがあるんですよ、それでね、
北尾さんってもともとですねドル決済システムドル支配っていうのは非常にこう、批判的な方で、まあ言外にどうもその人民元というのを決済システムに入れるような形の方がいいんじゃないかという考え方の持ち主に見受けられるんですね。これはっきりとそういう証言はしないんですけども、少なくともドル支配には非常にこう批判的な方です、うん、そうするとねこのこうメガバンク合奏とそのシステムの中に中国平安保険のものを入れる、なおかつドル決済でない第2のこう決済システム、まあ、もっと言えばデジタル人民元とか現、人民元かもしれないけど、そういうものを入れるというのを兼ね合わせると、でどうも、もう一個はですね、これ北尾氏の発言、2020年の発言なんですが、次世代金融のハブとなる国際金融センターを大阪神戸地区に置く構想の実現に向けて今大阪府と政府の連携に動き始めたって述べてらっしゃるんですよ。ということはですね、これ大阪府吉村知事ですよね、こんだけ揃ってるんですよ。つまり金融システムを大阪関西に入れると、それが中国のシステムに統一されていると。これって関西の金融システムの中国化ではないですか。その疑いがありますよね、はい、そうするとね、港湾の中国化、スマートシティから始まるところの情報インフラの中国化で、金融面の中国化、なおかつ都構想というのがあるんですよ、自治化、つまり関西が切り取られて、まあ、大阪、まあ、まずは大阪でね、大阪が切り取られてそこが中国化されてるという話ではないんですかね、これ、少なくとも中国は狙ってると思いますよ。維新側がそこを理解して受け入れてるとまでは言えないものの、少なくともそれを手助けしてる、一部手助けしてる部分があるんじゃないですかと。でしかもその北尾さんとかね、竹中さんみたいなビッグネームの人たちもそこに入っているということなんですよ。だからそれ非常に懸念してるんで、昔から懸念してるんです、はい、ここへ来て図らずも、はい、その注目浴びて、はい、まあ、白川さんのその今まで警鐘を鳴らしてきたことが、はい、まあ、一つまあ注目されているっていうのは、まあいい流れではありますよね。まあ、まあそうですね、昔はもう本当バッシングされてましたから、うん、維新は信用しちゃいけないっていう、まあはっきりは言わないよ、うん、あの言ったらもう本当に大バッシングあったけど、今はもうそういう状態じゃないですよね、うん、むしろそれを懸念している人たちが徐々に増えてきてる、非常に言いやすくはなってきたなって感じはしますね。維新怖いですね。ただまあ橋本氏は何をまあ追及されてもはぐらかすと思うんでね、松井さん吉村さん含めね、はい、だからその場合だ我々がね気をつけなければいけないのは、はい、あのあれなんですよ、橋本さんがいい、いいか悪いかみたいな話じゃないですよ、うん、中国資本を日本のインフラから排除しなければいけないという話、はい、で維新はなんかそこに危機感を持ってないというか、むしろはぐらかしてるんじゃないのっていうことなんですよね、うん、はい、私がなぜそういう話をしたかというと、はい、橋本さんにの論破に負けないようにこの本を買ってくださいっていうのにつなげようとした私なりの締めの努力なんですけど、ありがとうございます、ということで、失礼しました。まあね、橋本さんに限らず、はい、何事にもやっぱ議論っていうのは大事ですから、はい、ぜひ ね、 ね、この議論の起きて、これ論破の方じゃないですよ、クリエイティブな議論をするため、うん、特に日本人が日本語でっていうことですから、はい、はい、ということで、はい、ぜひお買い求めください。ありがとうございました。ありがとうございました。